871万円と1291万円。突然ですが、これが何を表した数字だかわかりますか？結論、これは日本人の平均貯金額です。871万円は単身世帯、1291万円は2人以上世帯の平均です。でも一方、平均ではなく中央値、つまり下から数えてちょうど真ん中の数字を見てみると次のようになります。単身世帯の場合、中央値は100万円。2人以上世帯の場合、中央値は400万円。平均と比べると金額がかなり小さくなりました。そしてもっと言うと、単身世帯の 34.5%、2人以上世帯の 23.1% は貯金ゼロです。これらから言えることは、日本人の貯金格差はかなり深刻なレベルにあるということです。お金を持っている人が平均を押し上げている一方、多数の人々はお金に余裕がありません。この動画では、この貯金格差の実態をより詳しく見ていくとともに、その上で私たちがどう現実と向き合って対策すべきかを話していきます。それでは深刻化している日本人の貯金格差について見ていきます。データ元は令和4年家計の金融行動に関する世論調査です。この調査では年齢や収入などの属性別に貯金額、金融資産額が発表されています。はじめにざっくりとした傾向を把握するために、全体として貯金額がどんな分布になっているかを示します。まずは単身世帯がこちらです。貯金ゼロが3割以上、100万円以下の人も比較的多い一方、貯金1000万円以上の人も数多くいます。続いて2人以上世帯がこちらです。貯金ゼロの人が最も多いですが、2番目に多いのは貯金2000万円以上の人たちです。そして単身世帯と同様、グラフの真ん中あたり、貯金数百万円の人は比較的少なくなっています。つまり世帯を問わず、貯金がない人ある人の二極化が進んでいるんですね。冒頭で挙げた中央値と平均値はこのような分布の結果として出たわけです。そう考えるとそんなに参考にはならないかもしれません。そして貯金格差についてより詳しく考察するために、年齢ごとの貯金分布を見ていきます。まずは単身世帯の20代。20代は働いている期間が短いこともあってか、貯金が少ない人が圧倒的多数です。1000万円以上ある人は極めて少数派になっています。続いて30代。30代になると貯金ゼロの割合が減り、貯めている人が少し増えました。500万円、1000万円貯めている人も出てきましたね。こちらが40代。40代ともなると1000万円以上貯めている人もかなり増えてきました。その一方で、最も大きな山はやはり貯金ゼロ、100万円以下のところにあります。50代以降は一気に来ます。50代、60代、70代、どの年代においても貯金ゼロや100万円以下の人たちが未だに多数派です。しかし一方で、貯金1000万円以上、2000万円以上の人たちもどんどん増えています。ちなみにこの傾向は2人以上世帯においても同じです。20代、30代、40代、50代、60代、70代。少し早かったかもしれないので、もう一度いきます。20代、30代、40代、50代、60代、70代。世帯を問わず、貯金格差は年齢を重ねるごとに増大していることがわかります。かつて日本は一億総中流と言われる国でした。大多数の国民が自分は中流であると考えており、人々の間で格差は小さかったとされます。それが令和の今ではこのように中間層が少なくなり、お金を持っているもの、持っていないものに二極化しているんですね。ではなぜここまで貯蓄格差が広がっているのか。確実に言えるのが、平和が続いているからです。貯金格差が広がっている理由はいろいろありますし、様々な社会的要因を指摘する声もあるでしょう。ただその前提には間違いなく平和があります。アメリカの歴史学者ウォルター・シャイデルは、石器時代から現代に至るまで平和が続くと格差が拡大することを発見しました。では何が格差を解消させるのかというと、戦争、革命、国の崩壊、疫病の4つです。このようなとてつもなくひどい出来事が起こると、ゲームがリセットされて金持ちから富が没収されます。結果としてみんなが平等になるわけですね。日本においてもこの話がぴったり当てはまります。というのも、戦前の日本って今以上に超格差社会だったと言われるんですね。それが敗戦によって GHQ に占領され、財閥解体や家族制度の廃止などが行われました。富裕層には財産税が課されて、最大 90% もの資産を没収されました。このような経緯で国がリセットされ、戦後の日本は1億総中流と言われるほど平等な社会になったわけです。ただ2023年の今は戦後から80年近く経っているじゃないですか。この間、戦争や革命のような国がひっくり返るような破壊的な出来事は起こりませんでした。資本主義の世の中でこれだけ平和な世界が続くと、少しずつ平等でなくなるのって自然なことなんですね。アメリカとかもっと格差すごいですし。それではなぜ平和が続くと格差が広がるのか。まずは積み重ねの差が徐々に拡大するからです。
これはものすごくシンプルな話です。例えば月の収入が20万円の A 君と B 君がいたとします。 A 君は稼いだお金を全部使ってしまう。 B 君は月に1万円貯蓄に回し年利 5% で運用すると仮定しましょう。これが10年続くとどうなるか。 A 君の資産は0円のままですが、 B 君の資産は約155万円、30年続くと B 君の資産は約832万円、50年続くと B 君の資産は約2670万円、80年続くと B 君の資産は約1億2800万円になります。一方で A 君の資産は当然ずっと0円です。月に1万円というわずかな差がどんどん大きな差になるわけです。もちろんこの話はかなり単純化したものですよ。でも前半で見たような貯金額が年齢とともに二極化していく背景の説明にはなるのかなと。貯金の習慣がある人はどんどん資産額を増やす、一方でお金を全部使ってしまう人は何歳になっても資産が作れない、収入が同じくらい、つまり平等であってもこのような現象が起こります。何もずるいことはなくても、安定した資本主義の世の中で経済が成長していけばどんどん格差が拡大していくわけですね。そして平和な世界が続けば、この積み重ねの差は世代を超えて継承されます。それが理由2つ目の相続ですね。資産が0の A 君と資産が1億円の B 君、 A 君の子孫は当然何も相続できません。一方で B 君の子孫は1億円もの遺産を相続すると。仮に相続人が2人であれば5000万円ずつです。つまり先祖の積み重ねの差が後世の貯金格差につながる側面もあるんですね。動画前半で資産がほぼない人と数千万円ある人の二極化が進んでいる話をしました。再度データを出すと、40代以降も貯金100万円の人が多くいる一方で、貯金2000万円以上の人はどんどん増えていると。これは自分の貯金習慣、退職金に加えて相続の差も大きいと考えるのが自然です。50代くらいになると親が亡くなる人も増えてくるので、より一層格差が広がるわけですね。あとは単純に倹約して資産を作った人が親だと、それが教育に生かされ、子も倹約家になる側面もあるかもしれません。ここまで見てきたように、現代のように平和な世界が続けば貯蓄の格差は自然に拡大します。その意味で格差自体を否定するのはあまり建設的ではないかもしれません。まあ平等になるには一回世の中をぶっ壊さないといけないわけですからね。またみんながずっと平等でいることを目指した国も30年ほど前に崩壊しました。では貯金格差を踏まえた上で、私たちはどのように対応していくべきか、これからの日本でどう過ごすべきか、これを考えていきます。まずはシンプルに、なるべく早く貯金を始めるです。要するに二極化する世の中において、貯金できる側を目指そうぜってことですね。ここまで見てきたように、節約貯金の習慣をいかに早くつけられるか、これが高齢期の、そして世代を超えた資産の差につながります。だからこそ、あなたがお金の不安を感じずに暮らし続けたい、グラフの右側にいたいと思うなら、少しずつでも貯金を始めるしかありません。特にこれからの世の中、自主的に資産形成できるかがものすごく大事になってきます。というのも、2024年から新NISA が始まりますよね。最大1800万円まで非課税で投資できて、かつその非課税期間も無期限化されるという大盤振る舞いです。これは政府からの、自分で投資して資産形成しろよというメッセージとも言えます。例えば月に5万円の積立投資を30年間続けて年利 5% で運用できたとすると、積立てた総額は1800万円、まあ新NISA の枠いっぱいですね。で、30年後の運用総額は約4161万円になります。そして非課税期間は無期限ですから、さらに放置しておけば資産は雪だるま式でどんどん増えると。おそらく今後この新NISA を利用するかどうかで、日本人の貯蓄格差はますます広がるでしょう。そして新NISA で投資をしていくためには、まずはしっかり貯金を確保する、その上で投資に回すお金を作ることが必須です。だからこそ、なるべく早く節約貯金の習慣をつけることが極めて大事になるわけですね。一度習慣を身につけてどんどん貯める。そして全世界株式でも買っておけば、自然とグラフの一番右側に行けるでしょう。とはいうものの、俺は貯金ができないんだ、やりたくないんだという方も中にはいるかもしれません。もしくは貯金せずに年齢を重ねてきてしまった、今から大きな額を貯めるのはしんどいと感じる人もいるでしょう。そんな方は生涯現役を目指して働いていきましょう。そもそも前提として、なぜ貯金が必要なのかを考えていきます。で、大半の人に共通して言える大きな理由が老後対策ですよね。老後とは仕事を引退した期間のことです。最近は65歳でリタイアするのが一般的かと思いますので、それ以降の期間が老後ですね。老後の収入源は主に年金ですが、年金だけで生活するのは結構厳しかったりします。おのずと年金だけでは足りない分を貯蓄から補填することになると、当然長生きするほどに必要な貯金額もどんどん増えていきます。でも一方で、生涯現役を目指してできる限り長く働けば、老後の期間自体が短くなりますよね。
仕事からの収入が続くわけですから、65歳で引退する場合と比べて貯金自体もそこまでいらなくなるってことなんですよ。65歳以降も無理なく働いて年金と仕事からの収入で生活する、または可能であればしっかり働いて年金の受給を遅らせる。年金には繰り下げ受給という制度があり、受給開始を1年遅らせるごとに月の受給額が 8.4% 増えていきます。仮にもともとの年金受給額が月20万円の場合、受給を70歳まで遅らせると受給額は月 28.4 万円、75歳まで遅らせると受給額は月 36.8 万円にまで増えます。つまり元気で長く働くこと、そして公的な制度をうまく活用することで貯金をしない生き方を選ぶことは可能になるんです。貯金格差を踏まえた上でこのような判断をするのはもちろんありでしょう。とはいうものの、高齢期になっても全くの貯金ゼロというのは現実的にはかなり厳しいのかなと。まあ加齢に伴って健康リスクも出てきますし、貯金がないと心の余裕がなくなり安心して暮らすのが難しくなります。また年金も繰り下げ受給をすると年金収入が増える分税金等も増えます。なのでどんな方であっても収入の 5% でも 10% でもいいので節約して貯金をする習慣をつける、つまり倹約と仕事のハイブリッドを目指してほしいなと思います。事実として世の中は貯金がある人ない人で二極化しています。そして今後もこの傾向は続くでしょう。でもこの現実を嘆いたところで何にもなりません。私たちが行うべきことは、まずこの格差が広がっているという現実を受け入れる、そしてその上でなりたい自分になれるよう行動することだと思います。私たち庶民がグラフの右側、つまりお金持ち側になりたいなら、仕事を頑張るとともに日々節約して貯金をしていく、そして堅実な投資も行って資本主義の恩恵を受けることがすごく大事になります。幸い日本はすごく恵まれた国です。世界第3位の経済大国であり、インフラや医療も整っています。治安もいいです。地道にコツコツ頑張っていけば、あなたも着実に資産を築くことができるはずです。これからも皆さんの節約貯金に役立つ動画を上げていきますので、ぜひ一緒に頑張っていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。